どうも皆さん、皆さんおはようございます。月2回の定例記者会見ということで、今日も忙しい中おいでいただきましてありがとうございます。今日は、各それぞれの部署から5つという資料、報道資料に沿ってということでございますが、その前に私の方から、2点、ご報告と御礼をさせていただきたいと思います。1点目につきましては、報道もしていただいて本当にありがとうございます。プレミアム付き商品券でございます。7月4日から発売させていただきまして、総発行総数冊数が5万3000冊ということであります。昨日現在、7日現在ですけれども、4万1039冊ということで、率にして 77.4% 発売されております。残りが1万2000冊弱ということでございます。コロナの方も6月の3日から止まっておりますので、地域の皆さんから有効に活用していただきながら、そしてまた飲食店の方も感染症対策をしっかりやっているとおられると思いますので、家族で夕食とか、まあ、そういうところにもご利用いただきたいなということでございます。またそれが9月の30日までご利用できるということでございますので、市内の経済の回復、それから活性化につながればいいというふうに期待をしているところでございます。それから、ワクチン接種のことでございますけど、ホームページには6日までということで載っているかと思いますけれども、昨日現在でありますが、1万と16名という方で、1回目の方ですけれども、で2回目の接種の方が6872名ということで、1回目については 77.05%、 2回目については 52.86% ということになっております。また、報道といいますか、などで各地 のワクチンの供給の数量が減ってるというか、なかなか来ないということでありますけれども、ないというか、不足という状況では今まだない、魚沼市については状況ではないんですけれども、今10クール目が8月の1日に配送予定であります。そうしますと、今後の10クール目までの配送予定はこう発表されておるんですけれども、11クール目からの配送計画が、なされていない中で、いろんな、魚沼市もそうですけれども、9クール目で12箱を来たものが、10クールでは3箱しかということではなくて、3箱配送されたということであります。そのまま3箱のままこれから11、12、13、14クール行くと、そういう計画を立てなければならないということでありまして、決して今足りないということでは私はないというふうに思っております。在庫と今のこれから入ってくるものを入れますと、約でいきますと1万2600くらいの接種ができるということでございますので、64歳以下が1万8000人ぐらい弱なんですけど、約1万8000人とすれば、そのうちの1万2600人分は入ってきているし、入ってくると8月1日までに入ってくるという状況でありますので、あと約5300ぐらいかける2回ということになると1万超えるわけですけれども、そうしますと、3クール分、3箱でいきますと3クール分ということになるんですが、その3クール分で計画を立てていいのか、そこがわからないということで、不安、魚沼市はそういう状況で、長岡市さんとか新潟市さんとかになると、それがまたどんどん狂ってくるということだろうというふうに思います。なので、それが2箱なのか1箱なのか
余波で短時間に来るのか、その配送計画、供給計画を早くお知らせくださいということを、私どもはお願いをさせていただきたいということで、なんで減ったんだと、そういうことを申し上げていることということではなくて、早く10クール目からの供給計画、配送計画を出してくださいというお願いであります。以上、私の方からは、また後ほど質問の中でご確認させていただければと思いますけれども、2点、御礼と報告をさせていただきます。今日またそれぞれ報道の皆さんに取り上げていただけるように一つよろしくお願いをいたします。ありがとうございます。